両方、右肘靭帯損傷の大谷翔平、何事もなかったかのように今日も試合出場。2番 DH、メッツ先発は千賀滉大、メジャー初対決。もう一生投げられないかもしれないのにどういうメンタルしてるんかね。やけくそホームラン量産するかもな。ワイラが思ってる以上に野球マシンやった。出る出るってだだこねてそう。すべてを野球に取り憑かれた男。大谷、お前と野球やるの息苦しいよ。ここまで来ると野球に取り憑かれてるみたいで怖い。一部の有識者が熱望してきた打者1000人やぞ。今年ホームラン王逃したらチャンスないかもしれんしね。もう大谷にはボンズ、マグワイア、ソーサに割って入るしかない。ジェップの投手だし忖度してくれるから出るんをだろ。アウトローに逃げる球は肘に危険らしいから。顔で笑って心で泣いて。自分のことを怪我しながらも出場するスポコン主人公やと思ってそう。もうベーブルース超えたし打者戦でもええか。そもそも右肘の靭帯あってバッティングなんかできんのか。ワイが足の靭帯損傷した時には地面につけるだけで裏へ打てたが、腱が伸びてて腫れてるから。前回靭帯あった時もシーズン終わるまで手術後回しにして打者は続けたけどね。ワイ寝てばかりやから靭帯あげるわ。何事もなかったようにしてるのはエンゼルスやぞ。試合でタイとわがまま聞いてくれるのエンゼルスだけやろ。エンゼルスと再契約あるかもな。エンゼルスなんでこんな怪我人多いんや。何事もなかったことにしてくれ。もう翔平が辛い思いするの嫌や。二刀流の強みや、投手できないなら野手やればええやんの精神。何が何でもタイトル欲しいんだろうけどさ。そういうとこやぞ。自分の価値を上げるにはもう打ち続けるしかないんや。投手は完全に諦めたんだろう。これからは野手一本。まあ壊れたものはしゃあないから切り替えて行った方がええからな。落ち込むのが一番無駄。休むと闇落ちしそうだしな。投手も諦めて外野練習しようや。